ラジオ川越ワンコラカラオケ歌自慢番外編。皆さんこんにちは。9月11日お昼12時を回りました。ワンコラカラオケ歌自慢です。2週間ぶりのご無沙汰です。 I'll be back。戻ってきました。ラジオ川越ワンコラカラオケ歌自慢は FM 周波数 88.7MHz 川越市脇田町より送信中です。スマホアプリレディモとインターネットサイマルラジオ JCBA でも聞くことができます。さてさて、現在ラジオ川越ではスタジオで収録ができない状況なので、今回もワンコラカラオケ歌自慢の中の人誠がお送りします。先日番組の方ではお話はしましたが、カラオケの収録ができないので、今月はワンコラカラオケ歌自慢番外編と題しまして、これまで番組のオープニングとエンディングの方でですね、BGM としてお送りいただきました数々の楽曲を、今回は BGM としてではなく通常の楽曲として紹介していこうと思います。以前は曲の紹介はしましたが、BGM として流したことにより聞こえない部分もあったと思います。通常のオンエアができないこのタイミングでちょっとこのような企画を設けさせていただきました。番組のオープニングとエンディングで流した曲ですが、放送開始からこれまでなんと19曲の楽曲を提供していただきました。ありがとうございます。番外編ではこちらの19曲をランダムにご紹介していきたいと思います。それでは番組をスタートしましょう。この番組は折山田カバオさんを応援しています。カバオファミリーの赤いちゃんちゃんこが似合うお年頃、コスモさんの提供でお送りいたします。それでは本日最初の曲です。3月20日のオープニングでご協力いただいたひまわりみほさん。メッセージに続けて曲をお聴きください。どうぞ。ワンコラカラオケ歌自慢をお聴きの皆様、こんにちは。ひまわりみほです。宮城県石巻市にありました実家が東日本大震災で被災したことを機に、被災地や介護施設などを中心に音楽活動をしています。しかしながらコロナ禍の今、残念なことに活動はできておりません。2019年にリリースしたオリジナル曲心の扉は、勇気を出して自分のやりたいことへトライしようというメッセージの曲なんですが、偶然にもワンコラさんのテーマにもぴったりの曲です。早いうちにみんなの夢や希望を乗せたこの地球がそんな自由を取り戻せますように。作詞作曲ひまわりみほ、ピアノ川瀬葉月さん、ギター野津翔太郎さん、パーカッション与野重美也子さんの素敵な演奏とアレンジです。心の扉、聴いてくださいね。
初から突然大切なものが見つかったよ、ありがとう。乗り遅れそうになった電車にも気づけば間に合って、時空を超え Open my heart CQひまわり美穂さんの心の扉でした。次はですね、4月3日のエンディングでご協力いただいた小江戸川越でエフェクターの製造販売を行っているエイキギターワークスさん、ラジオ川越で毎週日曜日深夜0時より小江戸ギター天国を放送中です。その番組内のジングルで使用するためにエイキギターワークスさんの製造したライトニングというエフェクターを使用して録音された曲です。それでは聴いてください。エイキギターワークスさんで小江戸ギター天国のジングル、レニー。
ザーワークスさんでレニーでした。続きまして3月13日のオープニングでご協力いただいたロック好きのメンバーとパンク好きのメンバーが組んだ幼馴染の5人組バンド特攻ミツバチ、メッセージに続けて曲をお聴きください。どうぞ。ラジオ川越をお聴きの皆様こんにちは、特攻ミツバチです。我々はここ、地元川越を中心に活動していますが、このコロナ禍の大変な状況で医療従事者の方々の負担を減らすべく現在は音楽活動を自粛させていただいております。CD、グッズ等の、売上金の半分を新型コロナ支援募金団体へ寄付させていただいております。お聞きの皆様、体調は大丈夫ですか？まだまだ気が抜けない日々が続きますが、みんなで一丸となってコロナに負けないよう頑張っていきましょう。それでは聞いてください、特攻ミツバチでサンセットです。どうぞ。特攻ミツバチでサンセットでした。続いていきましょう。4月10日のオープニングでご協力いただいた川越出身夕暮れシンガーソングライターなりさんです。メッセージに続けて曲をお聴きください。どうぞ。皆さんこんにちは、川越市出身夕暮れシンガーソングライターのなりです。アコギとブルースハープを相棒にフォーク系オリジナル曲を歌っています。YouTube やライブ情報などは夕暮れシンガーソングライターなりと検索よろしくお願いいたします。
今回はオリジナル曲今を歌うを紹介していただけるということでありがとうございます。この楽曲は感染症拡大の中で戦うお世話になっているライブハウスや医療福祉関係の友人に私なりにできることはないだろうかという思いで作った曲です。それでは聴いてください。今を歌う。今を歌おう、悲しくても心のままに歌おう、今を思い切り歌おう、私の思いを伝えよう。100倍も苦しんでいるのでしょう。手を差し出す心の余裕がなくて、言葉をかける勇気がなくて、歌う資格はないと閉じこもっていた。優しさも怒りもここにあった言葉も全て散ってしまう。全ての人を笑顔にできると思ってはないけど、辛い思いをさせたくはないんだ。いや、自分自身を守るための言い訳かもね。
なりさんで今を歌うでした。そして本日最後の曲です。6月5日のエンディングでご協力いただいた都市市川さんの僕の彼女はアスリート、コメントもいただいております。コロナ禍、緊急事態宣言などでなかなか主だった活動はできていませんが、新しい曲も何曲かできたので CD アルバム化かっこ実は2作目かっこ閉じを目指して少しずつ制作を進めております。ホリパラも終わりましたが、この僕の彼女はアスリートは頑張っている皆さんへの応援歌として引き続き歌っていこうと思っています。ライブは9月25日、20時から坂戸のアップルポップでの配信ライブ、10月9日、13時から練馬 B ボーンのお気軽ライブ昼の部、11月20日松山のとんかつボタンさんの駐車場で行われる秋の野外ライブ14時から、こちら無料になっております。それぞれに出演しますので、お時間がありましたら遊びに来てください。また簡易的なものですが、僕の彼女はアスリートの PV もどきがもどきでいいんですかね、ありますので、よかったらアクセスしてみてくださいとのことです。それでは聞いてください。都市市川さんで僕の彼女はアスリート。ナンバーワン、デートの日もランニングシューズ、遠くからかけてくる息切らせて、僕の彼女はアスリート、どんな時でもストイック、彼女はアスリート、頑張る君が好きなんだ、至る所にはテーピン、それでも走ってる肌荒れても気にせず突き進む、世界の舞台脇目も振らず、悔し涙に泣いたあの夜、もう一度走ると決めたね一緒に、僕の彼女はアスリート、どんな時でもそばにいるから、僕の彼女はアスリート、眩しい君のスタートライン、さあ大きな深呼吸で心を整えて、君のエネルギーはみんなの声援だから、僕の彼女はアスリート、時でも応援するよ、僕の
都市市川さんで僕の彼女はアスリートでした。ワンコラカラオケ歌自慢番外編をお聞きいただきありがとうございました。来週は番外編第2弾をお送りいたします。ワンコラカラオケ中の人誠でした。この後も引き続きラジオ川越でお楽しみください。この番組はコスモさんの提供でお送りしました。